ボス君、ボス君、めっちゃいい感じ。ボス君、似合ってんで。何これ、このフィット感。ボス君、いい感じ。ちょっとちっちゃいかもな。くんちゃんも着ろか。よし、待ってきゃ。ボス君、ボス君、なんか服が、ボス、服がチンチクリになってんぞ。くんちゃん、くんちゃん近い。くんちゃん近いな。おもちゃ取ってくんの？おいで。ボス君、服が。クイジ、はい、おもちゃ。ちょっと。はい、ステイ、ステイ。クイジ、ちょっと撮影させて。なあ。クイちゃん、服でかない？クイちゃん。服でかすぎたな。切れへんよりはいいけど。はい。動きやすいかね、どうかはちょっとね。でかすぎても動きにくいし、小さすぎてもね、動きにくいし、微妙なとこではございますが、ボス君、服がなんかおかしい。ボス、ボス、ボスどこ行くの？ボス君、ボス君ね、今朝一の撮影でね、朝の8時ぐらいですが、ちょっと暑いな。エアコンつけるか。ほんで、クインちゃん、クインちゃん、こらこら、クインちゃん、クインちゃん待って、クインちゃん待って、ボス君来た、ボス君来た、うわー。ほらほら、ボス、寝転ぶな、寝転ぶな、ボス君、やめてくれ。もうすぐ寝転ぶ。すぐ寝転ぶ、ほんまに。ほら、クイーンは、お前服着てんねんからさ、これ、あ、クイーン、ノー、はい。もう、はい、こらこらこら、マラトナ、あ、クイーン、ノー、クイーン、はい、行くで。もうね、クイーンちゃんは遊ぼうよがすごい。服着たばっかやのに、ちょっとね、暑すぎてね、お出かけ動画は撮影できませんが、お庭動画ね、見ていただきたいなと思います。クインちゃん、服でかすぎたやん。ってことは多分ね、全部32なんで、全部でかいかな。クインちゃん、ラッパーなあ、クインちゃん。なんか、ラッパーみたいになってんで。なんかね、ニューヨークの地下鉄とかにいそう。クインちゃん。なあ。クインちゃん、有名ラッパーみたいやな。なんかこう、フィフティーセントやね。エミネムや、ツーパッカーとね。ツーパック、並ぶぐらいのね、有名ラッパーのような気がしますが、暑い。ボス君に関してはね、服着ようが着てなかろうが、もうどうでもいい、そんなこと。ただただね、暑いよ、パパって。エアコンつけたらしちゃった、またき。で、クインちゃんこんな感じでね、ヨーヨーヨー。そこの兄ちゃん。クインちゃん。今回ね、来たのは、ボス君のね、昨日言うていたキャミソールと、クインちゃんのね、ピンクの服ですが、ちょっとね、クインちゃんのデカすぎたな。次はね、30はちっちゃいかな、31とかかな。ちょっとね、今回ね、ブラックピットブルを初めて購入したんでね、サイズ感はちょっとわからなかったんですが、まあでもね、切れへんよりはいいかなということで、OK にします。まあ、切れたんでね。な、クインちゃん。かなりかっこいい。なんかね、こうね、ギャングみたい、もう、紫のね、カラーギャングとね、ピンクのカラーギャング。いいね、クインちゃん。いいね。どうですか、クインちゃん。大きすぎるとね、腕が引っかかったりね、服が引っかかったり、かえって危ない。で、ちっちゃすぎるとね、またそれはね、動きにくかったりするんですが、ちょっと大きいんですが、まあね、まだいけるかなと思います。やっぱり、クインちゃんね、グレード10なんで胸があるんで、そこをね、ちょっとね、心配しておりました。切れへんかったらどうしようとかね、ちっちゃすぎたらどうしようも、ちっちゃかったらもうどうすることもできへん。大きい分にはね、なんかこう、修正は効くのかなと思います。暑いな。クインちゃん暑いな。まあね、今日こんな感じでね、昨日言うていたね、商品紹介した、ブラックピットブルのね、服をね、ボスコンクインちゃんに着させてみましたが、ちょっと暑すぎということでね、もうお庭動画になってしまっておりますが、そこはね、もうご理解よろしくお願いします。もうかなり暑いです。ということでね、もう今からね、動画止めてエアコンつけてね、服脱ぐか。もう、このままやったらね、ドロドロなるんで、またね、お散歩とかお出かけの時にね、着させてあげたいなと思います。いつも見てくださりありがとうございます。もしね、いいねと思った方、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ボスコンクインちゃん、バイビー。